どうもこんばんは、平井弘明です。突然ですが、皆さん自分で打ってますか、それともクラブに打たせてますか。これすごい大事。自分で打ってます。本当かね。平井弘明のワンナップゴルフ。これなんでこの動画を撮ろうとしたかと言いますと、自分で打ってる人があまりにも少なかったんですよ。自分で打ってます。え、自分で打ってるっていう感じ？感じ。そう、自分で打ってるっていう感じ。うん、そっか。うん、何言ってるのか分かんない。いや、あのね、打ってない説明をちょっとショットで示してみる。ちょっと後ろから撮ってもらっていい？はい、まず自分から打ってないショット打ちます。うん、これ自分から打ってないんですよ。うん、次自分で打ちます。これ自分で打ちました。間違い探しです。ね、1球目をどうやって打ったかっていうと、こうやって打った。はいはいはい。もうインパクトでグリップ力もない、クラブだけの、要はこういう状態。はあ、だからフィニッシュも緩い。ナイスショットよく出たねって感じ。ナイスショットだったね。うん、2球目はここを力んで、こうやってビタンって全自力。だからどこにあるか分かる。うん、どの辺にクラブが角度でいるか分かる。うん、どの角度でフォローを出したかが結果的に分かる。うん、だから直しやすい。うん、っていうそのメリット。ちょっと今のじゃ並べて見てみようか。はい、どうぞ。ほらね。なってた。なってたでしょうよ。1球目の方がさ、うん、こうやってなってた。で2球目はさ、うん、こうやってなってた。なってたか。なってた。もう一目瞭然、白と黒ぐらい違いますよ。本当ですか。うん、それぐらい違うんです。でね、これね、まっすぐ行きゃいいじゃんってもちろん思うんですけど、結局ドライバーからパターまで、それをやってるかやってないかで感覚の変化を次のショットに与えられるわけ、自力で打ってれば。うんうん、だけどクラブの自重だけでこうやってパンって打っちゃうと、うん、それができないのよ。こっから当てに行くだけになるから。うんうんうん、で抜いちゃうと、やっぱりどういうどれぐらいの張り感でフィニッシュを取ったか、要はその張り感で打ったら何ヤード飛んだっていう、この距離感の結びつきにも自力で打った方がつながりやすいので、なるべくその意識はね、持っててあげた方がいいですね。うんうん、あとね、当たり負けしなくなる。芯食ったらもちろん全部一緒なんですけど、例えば芯外れた時にやっぱりこうグランってなるんですよ、こうやって。うん、そう、それがね、ここでこれこうやって抜けちゃうとね、うん、どうしてもミスヒットした時により0点に近い球になりやすいので、まあ注意が必要なんですよね。なんでギュッと握る必要はないですけど、密着しとけばそんなにこうブレっていうのはないので、まあ意識を持ってなるべくグリってこう滑らないようにしてあげた方がいいですよね。うん、それすごく重要です。最近俺の中で流行ってるシリーズあるから、うん、ここからやってほしいんだけどさ、はい、それをさ、うん、勝地先生が直すとどうなのかなと思うんだけど、そもそもの話、うん、勝地先生はそれを直そうとするのか、うん、しないのか問題よね。これはね、感覚的な問題だから直さないと。結局こう勝地先生超面白いじゃんそれ。感覚のところはごめん、トルクごめん、直せないと思う。そうなんだけど、はあ、感覚的なところはやっぱり言ってこない。言ってこないでしょ、勝地先生は。そう、感覚先生は勝地もいけるけど、うん、勝地先生は感覚いけないから。インパクト周辺で緩んでるとか、うん、なんかそういうのは、うん、やっぱり直せないから。直せないね。勝地先生がどう直すかの前に直さないんだから、うんうん、勝地先生がどう直すかを想像できないね。できない。だから見て見ぬふりしちゃうと思う、そこ。とかよく脱力できてますねぐらいの感じ。
力んでなくていいですね、まあ、絶対それも言うだろうし、うん、まあ力めとは言わないから。そうだよね、うん、そうか。だからその感じでいいですよってやっぱりエスカレーターさせちゃうかもしれないよね。でもそのじゃあ当たり負けするのとかどうやって直すんだろうね。あ、当たり負けも分かんねえのか。だからキラリンには気づく。いやー、機械使えばね、自分の目でカメラ、そう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 、自分の目では分かんない。分かんないでしょうね光ってんのにそうそうだね。いや分かると思うんだけどな、光ってんだもん。室内だったら、うん、まあ100歩ずつ分かんなくても、あ、そっかそっか、外だったら分かんだ、やっぱめっちゃ分かるからね。嘘ってなってる。それはやっぱりあれか、かぐや姫見つかる。見つかるよ、すぐ竹光ってるから、パッカン行くから悪いから。そう、光ってるよね、悪いよね。そう、悪い。まあ3日んだ。じゃあそうだからちゃんと俺は割ってそこを指摘するけど、うん、まあ割らない人もいるかもしれないね。そしたらかぐや姫出てこれなくなっちゃうんだから光ってるの分かんないんじゃ。そう、いや絶対分かる。あ、じゃあ当たり負け、そっか、外だったらね、うん、気づくのか。当たり負けがなんで起こってるのかってことじゃない、うん、まあそうだね。じゃあキラリンを見つけたとして、そう、勝地先生はどうするのキラリンを見つけたら、うん、俺ね、分かんないんだよね、勝地先生がどうやってキラリンを治すか、うん、あ、そうだね、そうだね。あのね、分かんないんだよな分かんないんだよ俺はね、うん、一歩か二歩戻って、うん、キラリンになる原因って、うん、近く立つか、うん、グリップが緩いか、うん、加速をしてないか、インパクトが詰まってないのね、うん、手が浮くとかそういうのを含めて、うん、それのどれかなんだよね、うんうん、だからそれを取り除くんだけど、で今度それがどれがその人に出てるのかをまず見るんだけど、はいはいはい、かっちゃんは分かんねえな勝地のかっちゃんはかっちゃんはそうか、まあ、それ分かってたら直せちゃうもんね。そう、っていうかそしたらもう感覚先生だもんね。そう、だから俺多分それ直さないと思うか力んでなくていいですねだ。じゃあそうだと思う、そのまま多分スルーでもキラリンしたら絶対飛ばないのね、うんうんうん、飛ばないか、うん、例えばねすごく素直な勝地先生だったら、うん、こうやってなってるから、うん、こうやってなんないようにするじゃない、うんうん、こうやってなってる人がこうなんなかったらどうなるかさ、チーピン来るから。ああそうなんだ。そう、こうなるからチーピン防いでる、ギア効果でね。そう、でもこうやってなってここに当たってきたらこうチーピン来るから、はい、こう側トーヒットして、うん、振り遅れてトーヒットしてそのままこう硬かったらそのままガッコンってなって、うん、そのまま左来るチーピン来るか、うん、そのままドプッシュするのね、負けて、うん、でダフらされちゃうんだけど、うん、そうなっちゃうからね、うん、だから素直じゃない方がいいんだけど、難しいよね、だからかっちゃんの方がね。そうね、うん、そうだね、うん、感覚かっちゃんの方は簡単だけど、そうだね、勝地のかっちゃんは難しいよね。そうだね、うん、で俺たちの意味のない想像の時間間違いですキラリンってほんと厄介よ、やっぱり。そうなの、うん、でもほとんどなってんじゃないの。ほとんどなってる、ほとんどなってるけど、ワンナップ動画見てくれた方で、うん、やっぱりインパクト以降力もうとか、うん、力を抜かないようにしてる方は、うん、ほとんどしなくなってきてるし、うん、結局キラリンって、うん、こうできない人なのね。あ、こうなっちゃう人なの、はいはいはい、引くから頭に当たってキラリンってなるから、だからちゃんとヘッドで押そう、前に押そうとしてる方は、うん、キラリンになりづらい。だからそういうのもあって、アッパーの方はいるけど少ないと思うんだよね、まだ。ああ、まあ押そうとする意識があるからね。仮になってたとしても度合いが少ないとか。そうそれぐらいで済むんだけど、うん、本当にキラリンってね、まず絶対に開いて入ってきてるっていうことはまあ前提ね。まっすぐこうやって勝とうとして入ってきてグリーンってなることってあんまないから。ちょっとずつこうやって寝てきてんだよね、こうやって。でダメ押しガンってくるから、あ、さらにそこでグリーンってなるんだ。そうだからそこが、だから逆にこうまっすぐ来たかちょっと閉じてきた人がヒルヒットしたらゴーってなるから、あ、こうやってなる、なりすぎちゃうんだ。そう、だからそういうのをボールとクラブの動きで見えなかったら直せないよね。だからどういう直し方をするのかってちゃんとカメラとかいろいろ使って時間かけないと直んなくなっちゃう。まあ俺は練習場貸してくださってる身だから、うん、カメラなんか置けないからあれだけど、だから自分の目をちゃんとね見開いてね、うん、やるしかないけどね。それ見えんのってやっぱ動体視力なの。まあそれ半分と、あとは経験でクラブの挙動と球質だよね。そういう当たり方をしてそこに当たってそういうスイングをしたら絶対の球出るってもうつながるからね。
この当たり方してその球ありえないっていうのは出ないから、うんうんうん、本当にありえないから、うんうん、だから絶対につながるのよ。あ、そうなんだ。だから直し方がすごい絞られてくるから、うん、すごい楽なの俺は。あ、全部そっか、つながるからね。そう、ワンナップゴルフの400何本の何十本の YouTube を全部サークルにするとするじゃない、うん、したらじゃあトール君はここ切り取って、うん、平井はここ切り取って、うん、誰々はここ切り取ってっていうだけだ、うん、全部つながってる、うん、だからそういう楽させてもらってます。そういうことか。じゃあもう絶対にレッスン来たらそのどれかに、そう、どれかの中に当てはまる。そう、新たに付け足す部分もあるけどね、うん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 、それだけお客様のスイングってそこまで複雑じゃないってことよ。結構いいスイングされてて、うん、ワンナップゴルフ動画を見てくださる方ってほとんどの方がやっぱ一周してきた方が多いから、うん、ある程度スイングが固まってて、うん、すごく見やすいよね。レッスンしやすいと思います。結構あれなんだ、じゃあ迷子になってる方が多いよね、うん、多いね、多い。初心者っていうよりも、うん、初心者の方もいるけどすごく少ない。うん、迷子の方、迷子の方の方が圧倒的に多い。あ、じゃあ、ね、犬のおまわりさんなんだ。そうなんですワン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 これからも犬のおまわりさんに習うしかないですね。す迷子の方はね。そうですね。うん、なんであのしっかりとあのお家まで届けますので、はい、責任を持って。一回では帰れないかもしれないですけども、数回来ていただいて、まあ、しっかりとやっていただければ必ずお返しいたしますので、ぜひレッスンにお越しくださいませ。お待ちしておりますので、はい、今回はですね、自分で打ってますか、クラブに打たせてますかっていう動画をですね、どうしても撮りたかったんです。なんで必ず自分で打ってください。自分で力を入れてクラブを動かすということですね、はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。全然関係ない話思い出したからいい、最後に、はいはい、うちの下の子がね、うん、猫ピッチャーっていう4コマ漫画、うん、読んでるのね、うん、それ猫ピッチャーって野球のピッチャーね、うんうんうん、なんだけど、それの反対語って犬キャッチャーだよねって言ったの俺、うん、そしたらその子が、猫ピッチャーのみーちゃんは犬キャッチャー練習で育ててんだっつってたもう出てきてんのめっちゃ面白かったえ、いるよ犬キャッチャーなんつって言ってんの。かわいい。かわいいんだよ。それは新聞かなんか載ってるのかな、だった気がする。でまあその本買ってんだけどさ、あ、犬キャッチャー見てみたいな。そうで、この前うちの庭に子猫がいるっていう騒動が あった時に、うん、下の子は軍手してタオル構えてもう捕まえて飼うんだと。飼う気満々。飼う気満々だ。結局どうなったの、うん、いなくなった。飼う気満々だったけどみーちゃんいなくなった。あれから一回も見ない。来てない。うん、来てない来てない。ママ連れてっちゃったのかな、かな。もう下の子飼う気満々だから一人だけ。かわいいねうちのちゃちゃまるは全然落ち着かないんですよやばいんでしょ。やばい、本気でやばいからマジ本当に、うん、よく夜一人運動会するとか言ってるけど運動会どころじゃないからちゃちゃまるやばい。でもでもですよ、やばいから。だから最近あのケージ新しいの買ったんですよ、うん、2階建ての、うん、2階建ての2階建てのケージの針金を折ったからね、うん、え、ハンダゴテが外れたから。マジやばい、めっちゃ乱暴なんだ。じゃ抜けとくから写真ちゃちゃまるのお願いします、ね、うちのちゃちゃまる可愛がってくださいでクラブをですねしっかりと動かしていただいてぜひこれ、まあ、みんなもうこれで、はい、動画の方以上になります、はい、ワンナップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが絶対入らないでください